ミスターリュウの簡単間取りチェックをしたいと思います。今回は、チラシ入ってたものからリストアップしてみました。で、簡単チェックなので、とりあえず方位は上が北、下南になってますけど、方位に関するものは、正確に測れないので、今回は乱闘派と申しまして、いわゆる形から見た風水の話をしていきたいと思います。特にマンションでチェックポイントはこの玄関ですね。この玄関のドアの正面、特にこのまっすぐこの玄関の方位ですね。ここにエレベーターや階段があると非常に悪い気が入ってきます。ですから玄関を開けた正面を必ずチェックしましょう。で、気の全体の流れを見てみましょう。まず玄関から入ります。この玄関から入った気は一旦ここで、ここは一応靴入れありますから壁に向かって流れてきます。もしここの玄関入ってドアから真正面に窓があると、よく言われるんですが、老在宅といって気の流れが早く濃すぎますので財運に悪い、そのように言われています。このマンションは今気が入って窓はありませんので、その辺は大丈夫です。気の流れは人の流れと一緒に空気も流れますので、全体に部屋を流れていきます。で、先ほど話しました、この気の流れが直線が長くなっている状態にこのマンションはなっています。もしここにも先ほどの玄関と同じですが窓があったとすると、気の流れが早いので、もしそのような場合はここら辺でものれんかなんかかけて一旦気を遮断します。一旦部屋の廊下を通った気は各部屋のドアから入ります。ここでも同様にこのドアの正面が窓になっていると気の抜けやすい部屋になります。この2部屋は今見た感じでは小さな窓ありますが影響はないでしょう。こちらもドアまっすぐ入ったところには窓がありませんので大丈夫でしょう。こちらも和室ですが、洋室ですけども、一応仕切りのところから入ったところでも正面には壁になってますので大丈夫です。だいたい気の流れというのは廊下あるいは部屋のドアを通って窓から抜けていくという考え方です。次にこの部屋の中で一番注意しなければいけないのは、乱闘派ではこのような建物の柱の角です。このような延長線に木先が影響します。例えばこの洋室でもこの部屋です、ね、さてこの角となる部分を注意するという意味はどういう意味かと申しますと、例えばこの洋室1でお子さんの椅子があってここに座ったとします。そうするとこの角の気の影響を受けますので避けましょうということです。ですからこの角にある部分には机の配置をしないこと、あるいはこちらのリビングで行くとテーブルを置いたときにここに座るような背を向けるような配置にしないという。ですから建物の中で一番気をつけなければいけないのはこの柱の角です。あとはマンションによっては梁が通っている時もあります。ですからこの梁の真下に自分の頭が来るとか、そのようなこともないようにしてください。
この建物全体でいくと若干凹凸のある作りですので、このような角が多くできている可能性もあります。あとは各部屋から注意するべきものは、このバルコニーですね。ここに自分が立って見た、あるいはこちらも自分で立って照明を見てみましょう。この場所に例えば電柱が真ん前にあるとか、高圧線が走っているとか、あるいは場所によっては3階建て4階建てのマンションの中でも高速道路が走っていたりとか、そういう不快なもの、あるいは目障りなものがあると、この部屋にも影響を与えます。こちらも同じく三角のものとか不快な看板とかあったりすると、この部屋に悪い気の影響を及ぼします。当然先ほど話しましたが、こちらの玄関の正面も、もしエレベーター階段がなくても真ん前に分電盤の容器があったりとか、あるいは変な看板が立っていたりと、この点で気をつけなければいけないのは、この開口部の部分が不快なものがあるかどうかです。次に寝室の場合、どのようにベッドを配置したらいいか、これも非常に重要です。特に風水では寝室、寝る場所というのは長い時間いますから、そのベッドの位置によって影響を受けます。一番してはいけないのは、このドアの開けた正面にベッドを置くことです。中国では死体とか足から運ぶといって不吉とされます。ですからこの部屋でベストなのは、本来はこの対角の場所にベッドを置くことです。ただこちらクローゼットがありますので、こちら頭が向けられません。ですから一番安心感するのは、多分おそらくここの空間になるかと思います。これも現地で見ないとはっきり申し上げられませんが、避けるのはこのドアの正面にベッドを置くことです。こちらも正面にベッドを置かないと、体格上見るとこういう頭の向きか、あるいはベッドによってここがクローゼットになってますから、大きさがちょっと入るかどうか分かりませんけど、このような形にするかですね。こちらも同じように、ただこちらバルコニーが2つありますけど、よく寝室としては陰の気が少し強い方がいいと言われる、要するに落ち着いた方がいい場所なので、バルコニーが日差しがあまり強いと、例えばここにご夫婦でベッドを頭2つ置いたとしても窓が近いのであまり適切ではありません。ただどうしてもここを寝室にしたい場合は、寝るときはしっかりした遮光のカーテン、あるいは厚みのあるカーテンでしっかり閉めてから寝るということが大事になります。こちらも同様です。もう一つ、ここで台所、特に火を使う場所とか水を流す場所ですけど、奥さんがここに立って給仕をします。風水では背中の方が壁になっている方が落ち着いた空間になります。このマンションでは背中の方にこういうふうにドアが入ってますので、このガスコンロとこのドアの関係から言ってここに立つというのはあまり良くない配置になっています。全体的に見ますと、この間取りから判断した場合は、建物そのものマンションの間取りというのは長方形か正方形、いわゆるあまり凹凸がない方が気の流れが非常にスムーズだと言われているので、この建物は若干凹凸があるので、その点ではあまり私の方としては形からすると良くない判断になります。総合的には特に大きくこの鋭角なもの避けていただければ、ベッドの配置はそれほど難しくないと思いますので、この風水鑑定、今形から見る限りでは、100点からすると70点ぐらいの
まあ、凹凸もあって少し台所も使い勝手が考えますとそれぐらいの評価と思います。簡単ですが以上です。